隊列は最終コーナーへと差し掛かっています。インサイドから塩津雄介、アウト側から新川健信、2列目には岡本と名取ロックオン、3列目には玉木と井本、さあスタートが切られました。1コーナーまずホールショットは塩津雄介。塩津、先ほどの朝からの、ね、状況ではまだまだ課題がありますと言いましたが、いい滑り出しを見せました。2番手の時はサイドバイサイドになって3コーナーの手前飛び出してきましたのは岡本か、カーナンバー34、岡本ですね。岡本、その後ろはこれは玉木ですね。玉木です。このオレンジのカラーリングは玉木。さあ上位陣はまだまだ分かりません。4番手には名取でしょうか。5番手にいるのがとすると新川という形になるか。その後ろには陣、さあ玉木は2番手に浮上してまいりました。最終コーナーから立ち上がってきます。トップ塩津、2番手に玉木、3番手には岡本健介。さあ名取哲平がインサイド飛び込んでいく。1コーナー名取哲平3番手に浮上、さらにその後ろ2コーナーでももう1台飛び込んでまいりました。5番手6番手争い非常にタイトになっている。おお、3コーナーで盛り上がっている。激しいです。いきなりこれは新川と陣のバトルではないかと思われますが、後ろから上の空なんかも来ていますからね、これは分かりません。7番手には井本、8番手には広岡のカラーリングも見えています。トップ集団は10台です。トップ集団は10台、その中で頭一つ抜け出しているのが塩津と玉木です。塩津、玉木、名取、その後ろに岡本、陣、いや違う、新川です。新川4番手に浮上しています。その後ろに陣、岡本、井本、さらに広岡で、上野空、鈴木咲と来ていますね。10番手まで。さあそのトップ10のバトルの中でも3番手争いあたりと7番手8番手のこの広岡と井本のバトルですね。広岡ワンポジション上げましたか。井本大河をパスして広岡陸生ワンポジション上げてきました。ヘアピンカーの立ち上がり、さあそしてトップ2も塩津の後ろから玉木が来ている。玉木優子、現在最終コーナースターティンググリッドは5番グリッドでしたが、玉木は非常に落ち着いて、いや僕いつもこれぐらいからなんで大丈夫ですというふうに語っておりました。1コーナーから2コーナーです。3番手には名取哲平、海外のレースにも行くという名取、御殿場に続いて練習をしておきたい。そうはさせずと進化はテールトゥノーズしっかりついています。その後ろには今シーズンは東へ西へ非常に忙しいシーズンでした。 G 少し離れまして6番手からが一段という形になったでしょうか。6番手に岡本、広岡、そして井本と三つどもえになっています。少し離れて9番手単独は上野、10番手が鈴木、その後ろから宮下玄斗が上がってきました。後ろの集団から離れて宮下玄斗がポジションを上げてきています。12番手以降は平野由香を先頭に岡野、水谷、ベンジャーニャンと続いています。これで4周終了、5周目。トップ3のタイムギャップは後半2秒しかしながら、玉木優子今2、3コーナーでも詰めてきましたね。トップ争いと3番手争いがそれぞれテールトゥーノーズ、5番手陣は単独、6番手から以降が4台のバトルとなっています。地方戦 FS125 予選ヒートはまずですね、決勝に向けてタイヤを残す走りをしなくてはいけません。さらにはこれだけ暑くなってくると水温の調整もしないといけないので非常に難しいです。アクセル踏みすぎて水温を上げてしまうと後半苦しくなってきます。そのあたりも全て頭に叩き込みながら、まだまだ去年はジュニアカテゴリーなんかを走っていたドライバーも多いのですが、地方戦125トップ2がテールトゥーノーズ、3番手争いも非常に面白くなってまいりました。そのドライバーがどんな動きをするのか、
予選では様子を見ていくか、それともイケイケで来るか、下り 25R 塩津と玉木はもういつ行ってもおかしくないような間合いにはなっていますが、まだ仕掛けません。予選ヒートはまだ前半です。12周中の帰ってきてやっと折り返し、玉木優子も無駄なバトルはしないでしょうからね、塩津の後ろじっと見ていくんじゃないでしょうか。トップの塩津優介、まだ課題があるんです。どこに課題があるの、それは言えませんみたいな感じでした。走りの問題なんでと言っておりました。 CRG を使用します。タクシードスポーツジュニアは全日本の K フルカテゴリーにもドライバーを送り込んでいる上位チームの一つ。一方玉木優子は今シーズンからエマティで戦うことになりました。メカニックについているのは中村慎二。いつ行っても自信満々のメカニックに支えられております玉木優子です。さあそして3番手争いにはジンも追いついてきまして三つどもえになってきました。中盤の攻防戦です。いかにタイヤを痛めず様子を見ていくか。残り周回数は5周。3番手名取も逃げられません。新川とジン、ジンはペースを上げてきている。トップ中の3コーナー、大入った、玉木優子はここで入りました。トップ中3コーナーのところ様子をまた見ていたと思いましたが、ずっと前に出てきました玉木優子、ここでトップ入場。地方戦には予選ヒートポイントはありませんので、インガーがいいのかアウトガーがいいのか、決勝のスタートの位置も考えながらですねバトルが行われていると思いますが、玉木優子ここでトップに浮上してきました。2番手塩津、3番手に名取、その後ろ新川、名取と新川の間は少し空いたか、逆に新川と後ろの陣との間が詰まっている。6番手に広岡、7番手に井本、少し離れて上がってきているのは上野さらですね、岡本健介をかわして上野、そして1コーナー岡本とインサイド飛び込んだ宮下が若干接触、失速したのが岡本のように見えます。後ろから来ている鈴木も疲れちゃったか、3コーナーのところ三つどもえとなりました。さあこれで6番手争いの2台の後ろ、8番手が単独、9番手争い3台という形になりました。この9番手争いは宮下玄斗が引っ張る形となっています。帰ってきますと残り周回数は3周です。ラスト3周、塩津雄介は様子を見ているのか、それとも玉木優子の勢いに追いつけないのか、必死に体を倒し込んでいるところを見るとなんとか一矢報いたい、そんな感じですね。3番手が取りと新川とその後ろの陣、ここは入れ替わりがあるかどうか。3コーナーから4コーナー、2つつけていく。名取哲平は東地域のドライバー、新川健信は西地域のドライバー。ここ鈴鹿でのレース歴は、まあ、去年までジュニアカテゴリーを走っていましたので、新川そんなに鈴鹿バンバン出てたというわけではないんですが、やはりですね西地域のドライバーとしては負けられないところでしょう。その後ろの陣、陣はちょっと苦しくなってきたでしょうか、前から差がつきました。そしてその後ろにいるのは広岡陸生です。広岡は12番手スタート、今日の調子はあまり良くないというふうに言っていましたが、しっかり上がってきています。落ち着けばいけるとメカニックからも声をかけられていました。広岡前の差は結構ある。さあそして3番手4番手争い、新幹線新名取哲平のインサイド飛び込んだ、名取は後ろからコースを取りたかったがこれはダメ、エスニアもとで新川ポジションを上げていきます。3番手に浮上、インガーから名取が返していく。下り 25R、 さあ予選といえどの最後の2周はやはり激しい。ヘアピンから立ち上がり、あまりやり合ったら後ろから広岡も来るが、今のところまだマージンはあります。トップ2からは離れますが、名取を先頭にした3番手争いの三つどもえ、これでファイナルラップに入っていきます。トップ2は玉木と塩津、塩津も追いつけない。そして1コーナー新川入った、インガー、そして名取の後ろから陣が寄りすぎて名取バランスを崩したが接触するかどうかちょっとここからは分かりません。
さあ、中身の後ろから陣、3番手には進化は一歩も今続いています。 S 字から左 25R、 ナトリン側には飛び込みません。進化もちょっと後ろ牽制か。さあ、ヘアピンで入った。125だから立ち上がりは OK か。進化はこれはクロスを取る。ナトリさすがに立ち上がり若干ロスをしてしまいました。そして最終コーナー狙い、トップは玉木、2番手西尾、3番手争い、オールオーラー、最終コーナーイン側からナトリ、アウト側に振っちゃった。新川4番手、5番手に陣、6番手広岡、7番手に井本、8番手に上野、9番手に宮下、10番手鈴木の10番を受けていきます。